では弊社がですねご紹介させていただいておりますのはパイオテックトランスと申しまして消火転写のプリントシステムでございます。はい、消火転写といいますのは専用のですね消火インクというものを搭載したプリンターでですねこういった用紙にプリントアウトした絵柄とか写真をですね、高温を加えることによってインクを気化させて、その対象物に転写をするという方法なんですけども、今からご紹介するのがですね、このスマートフォンのケースなんですけども、こういったあのポリエステルコーティングされている、アルミにですね先ほどの消火インクでプリントアウトした紙をこう重ね合わせまして、で高温を加えます。はい、でこちらも家庭用のどこにでもあるハンドアイロンですね。はい、こちらで熱を加えます。時間は約30秒です。で熱を加えた後このように剥がしますとこんな感じで転写ができます。はい、で今少し暑いですから少しあの冷ましてあげてからですねこちらに用意してあります、両面テープ付きのプラスチックのケース、こちらにですね、貼り付けて完成というわけでございます。ちょっと少しまだ暑いのでこちらの方でお見せしますけど、これがあの2ヶ月ぐらい使った状態ですけれど もう光沢はもう全く取れてませんし色の退色も全くございません。はいはいはい、であの耐摩擦性もあの非常に強くてですねこういった硬いもので通常でしたらねあのインク取れちゃうところですけども、こちらの板とインクであれば全くあのインクも取れてませんし傷もつかないという優れものでございます。はい、